なしか。じゃあ、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。キューの企画。キューの企画。ワイルドスペースのメッシュの仕事で。はい、今日企画の前にね、ちょっと発表が2つほどございます。発表1つ目、ドン、僕たち、デュエルヘッドにゲストとして参加します。素晴らしいよ、これは。やばいだろ、まあ、なんとね、昨年から僕たちが熱望しているワイスピの最大イベントですね、デュエルフェストのゲストとして今年僕たちが呼ばれることになりました。これは素晴らしいことだよ。感動です、僕一ファンとして。8月にデュエルフェスト静岡富士スピードウェイでありますので、はい、ぜひ僕たちに会いに来てください。それで2つ目、はい、ナパズステカ販売します。ご要望があった、まあ、車用のステッカーです。今回は車の窓ガラスですね、リアガラスに貼るステッカーを3月の1日から販売することになりましたので、まあ、今日からですね、この動画の概要欄とコメント欄にステッカーの販売元の URL 貼っときますので、この動画を見終わったらぜひね、僕たちのファンの方はお買い求めください、はい。まあ、特に僕たちの歌シリーズとか YSP シリーズ好きな方は、僕たちから声をかけ合える回数っていうのがかなり上がりますので、まあ、ぜひぜひお買い求めください。ということで、久しぶりのワイルドスピードね、早速やっていきます。せーのっと、準備はいいかい坊や。Let's race! Shut your mouth for a minute! Okay, guys. You guys come? Yes, you guys are. Why are you in the studio?誰の言葉、なんもないです。懐かしいな、こんなんだったな。いきまーす。いいっす。せーのせーで、いいせーのせー。電話中です。いける、大丈夫。よし、行きましょう。よし、せーのせーで、ダン。頼みます。おい、別れの言葉はなしか。若かったよね。多分今のは分かってくれてたらいけたと思うんだけど、おそらくなんだけど、今の音量で気づかないってことは、車の中で結構大きく音楽をかけていい。次やった時はな、ベースをしよう。本物のベースって。はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう。地獄のワイルドスピードです。久々のYSPテンションぶち上がっております。そんぐらいぶりですね。記念すべき第9回ということで、まあ、今年はね、映画が5月、はい、デュエルフェストが8月と、はい、まあ、今年YSPの年になるんじゃないかと思いますので、盛りだくさんですね。バチバチやってくる。ただね、気をつけなければいけないのは、一番揉めるのもこの企画なんですよ。なので、できるだけ揉めないようにというか、そうですね、相手よくいきますけど。おー、あるよあるよ。今日は暑いんじゃない？なんかそれっぽい車いっぱいいるな、今日な。なんかマグロ料理行くやつみたいなさ。今日は暑い。せーの、せーで、ダン！お願いします。おい、別れの言葉はなしか？ダメだった！ダメだ、音がやっぱ聞こえてないな、これな。悔しい！悔しい、悔しい。だがそれで行きます。行きましょう。おい、別れの言葉はなしか。ね、セリフが出てこなかったんだな。マジ惜しかった。マモー、完璧やったな、今。いや、江ノ島順調じゃない？ぶっちゃけこれ、なかなか熱いと思う。ワイスピはこんなことうまくいませんよね。はい。やっぱね、デュエルフェストに僕たちが出るっていうことをみんな祝福してるかのような、それなんですよ。だから皆さん、ほんとね、この港未来、おわ、江ノ島に行けば、僕らに会えるかもしれないので、みんな来てね。いいですか？OK。
おい、別れの言葉はなしか。はい、まあ、こういう時もあるこういう時もあるんだな。全然通じなかったですね。はい、お願いします。いや、窓開いてたんだよ。ちっちゃいけれって BM だしって思って行ったんだけど、すっげえおじいちゃんだったの。窓開いてたおじいちゃんはあかんやろ。俺ら子供とおじいちゃんになりました。そう、それで前おばあちゃん焼き芋くれそうになったけど。バレんのか翼お前。やれんだろおい。別れの言葉はなしか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。八六かっこいい。惜しかった。いやー、ということでなかなか渋くなってきましたので、やっぱり難しいです。ほんとこれは惜しいのはちょくちょくあったけどね、車が良くてもなかなかこうヒントもなかったです。まあちょっと次の日まで突入しちゃいますね。もしかしたらね。ドン、いきます。おい、別れの言葉はなしか。信号待ち15秒間の間でステッカーの紹介お願いします。かしこまりました。いきます。これだ。ワン、ツー、スリー。はい、ということで、ね、台紙が白でステッカーも白なので何も見えないステッカーとなっております。でもね、あのデザイン本当にかっこいいですよ。本当にかっこよくて、まあ、白地にあの縁がね透明なやつで、あのよくリアガラスに貼ってあるようなねステッカーと何ら変わりのない感じなんですけど、はい、ただね、めちゃくちゃかっこいいし、あの僕たちからしたらめちゃくちゃおすすめなので、概要欄の方にね EM ステッカーさんというところが 本日ねあの販売を手伝ってくれるということで URL 貼らせていただきますので、はい、概要欄からすぐパッと買いに行っていただいて車に貼ってくれると嬉しいです。お願いします。ダメダメ、いや、おい、別れの言葉はなしか。ドムとレティだったわ。運転席の人は見えなかったんだけど、俺の力はドムっぽかった。いや、ドムっぽくはなかった。ワイスピン例えるなら、ワイスピン例えるなら半じゃね。でも半もアンテクセル乗ってたからな。あとアジアの人だから、まあ、半で間違いはないんだ。いや、でもありがとうございます。完璧でした。ありがとうございました。楽しい。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。いや、楽しかったですね。まあ、よかったね。でも、これは本当に難易度は高かった。難易度高い、やっぱりこれ昔はね、みんなとワイスピの応募がある分クオリティが高いものを作ろうと頑張るんですが、撮影日が長くなりすぎて他の動画がね、撮影できなかったのでこの辺でね、まあ、今日のね、すごかったところはやっぱ自分の方が久しぶりにね、まあ、成功というか、いやー、はい、これは珍しいです、とっても。さあ、ここから映画に向けてね、やっぱ C567 ぐらいは、ワイスピにちょっと勢いつけていきたいと思いますので、はい。はい、まあ、第10回をお楽しみください。頑張ろうな、撮影。本当にきつい。マジできつい。